アイドリッシュセブンから大事なお知らせ？ああ、今さっき見たんだ。テン、何のことか知ってるか？知らない。番組中にアイドリッシュセブンから大事なお知らせがあります。ツアーの予定の発表とかじゃない？だったら素直に言うだろう。何かあったのかな？リクが体調を崩したのかも。リクに電話。だったら天に連絡来るよ。来ないよ。もう家族じゃない。来るよ。してくれる子だよ、あの子は。ノースメイヤーで何があったんだ、アイドリッシュセブン。大事なお知らせ？誰か結婚するのかな？結婚の気配はなかったでしょう。モモ、なんか聞いてる？あ、いや、でも、もしかしたら、ナギのことじゃないかな。え？ナギが出演しなくなってから、アイドリッシュセブンは様子がおかしかったから、悪い知らせじゃないといいけど。あ。どうしたの、ユキ。ナギ君、脱退するのって、この前聞いちゃった。ユキ、ダメだよ。さすがにそれは、絶対口にしちゃダメだって。イエスでもノーでも、言う方は苦しいじゃん。はい。はい、ごめんなさい。それで、なんて言ってた？メッツォもバンも、暗い顔して黙ってた。そんな。嫌だよ、ナギ。もしもし？うん。うん、わかった。それが一番いいと思うよ。世界中からマスコミが集まっている中で、アイドリッシュセブンもステージに立つんだ。遅かれ早かれ、誰かには気づかれるだろう。だったら、あの子たちの口から先に話しておいた方がいい。どんな反響が来るか僕にも全く予想がつかないけど、誠実に対応していこう。任せたよ、マネージャー。ナギ、その衣装で出るのか？衣装って言っていいのか、王子様の服だろ？着替える時間がありません。生放送用のコメントをしたら、すぐに会場内に戻ります。時間がやばいなら、ナギが最初にコメントした方がいいんじゃないか？番組放送開始早々に視聴者の度肝を抜いてどうするんですか？ジョークだと思われますよ。順番通りコメントして、
最後に凪くんが話すのがいいよね。その後は俺らがまとめとくから、ナギッチはダッシュで中に行っていいよ。今は無理だ。緊張しているだけなら深呼吸をするように伝えてくれ。私のココーナ、ココーナが帰ってきた。ナギ、もう始まるって。オッケー。ナナさん、ロクヤさんのコメントの後、あなたが視聴者に向けて言葉を結んで VTR につなげてください。突然のサプライズで不安を覚えても、あなたの顔を見れば安心します。変わらないアイドリッシュセブンの七瀬陸を見せてください。わかった。ナギとファンのために精一杯伝える。頼みましたよ。この瞬間、1年後のアイドリッシュセブンの姿まで見えていた。ブラホアでズールに勝って、知名度と人気でリバーレを退けて、アイドリッシュセブンが日本を席巻し、ゼロの再来になる。偶然がもたらした産物だけれど、私たちが行うのはそういうサプライズだ。メンバーの一人が異国の王子だという衝撃の事実。衝撃で頭が真っ白になった人々は、次の瞬間、七瀬陸のまっすぐなメッセージに心の奥まで打ち抜かれる。沸騰する水のように、高揚と興奮とともにアイドリッシュセブンの名前が刻みつけられる。怖くないかといえば嘘だ。私たちの手に負えない人のエネルギーが押し寄せてくるかもしれない。それは私たちが積み上げたものを全て押し流して瓦礫にしてしまうかもしれない。人気とはそういうものだ。それでもこれはチャンスだ。アイドリッシュセブンが日本一のアイドルグループになる。なあ、リク、ナギの次にコメントを結ぶ役、俺がやってもいいか？何かあったらナギをフォローしてやりたいし、みんなに伝えたいことがあるからさ。わかった。あ、俺はいいけど、マネージャー、それでもいい？待ってください。今回の件はアイドリッシュセブンにとっても重要な出来事になります。センターの七瀬さんが締めた方がいいんじゃないですか？あ、そうかな。兄さんの申し出はありがたいですが、
アイドリッシュセブンの代表は七瀬さんだとちゃんと伝わった方がいいと思います。代表ってかセンターだけど、俺たちの番組を見てる子はそんなことをとっくに知ってるだろう。私たちのファンじゃない、私たちのファン以外が見るんだ。ロクヤさんがノースメイヤの王子だというニュース、 SNS で話題になって皆が番組を見る。アイドリッシュセブンにアイドルに関心のない人たちも、私たちのコメントも無限にニュースでネットの動画で再生される。その顔は、その声は七瀬さんであるべきだ。なぜなら関心を抱いた人々が七瀬陸の歌唱力と訴求力を目にして、このニュース、いや宣伝は完結するからだ。兄さんに興味を抱いても、兄さんの出演するバラエティを追いかけて終わってしまう可能性が高い。それだとアイドルのアイドリッシュセブンにつながらない。兄さん、すみません。兄さんをないがしろにするつもりはない。でもアイドリッシュセブンがトップアイドルになれば、兄さんだって幸せでしょう。そうだな、わかった。ファンの子もセンターのリクが伝えた方が改まって伝えてもらった気がするだろうしな。でもナギのフォローしたいなんて、ミツキ優しいな。そこまで考え回らなかったよ。ミツキの分まで俺頑張るな。お、頼んだぞ。よろしくお願いします。